生仮民女、マリアの遺恨、常に服にして、常に服にしてとは、正教会において、最も頻繁に用いられる祈りの一つ。生体伝義をはじめとする、抗議党においてのみならず、死議党や各種集会においても用いられる。短く、常に、服とも呼称される。常に服にしては、生仮民女をマリアに捧げる、三種のうち、最も頻繁に用いられるものの一つである。 早か、生体礼儀をはじめとする、方針礼において歌われるのみならず、各種教会行事の終わりにも唱えられるか、歌われるかする。また、死疑等の集結にも用いられる、祈祷文である。普通の人と異ならない、生仮民情マリアが、精神に満たされ、神の母となる光栄を受けて、常に、福井と称されたことを想起する、三子。普通の人としての信徒自身が、 生信者のように神の胸に従順に従い神の恵みを受け入れ、その結果性信者と同様に天使たちにも勝るものとなり得ることを記憶し、その成就を祈願して祈る祈祷文である。ギリシャ語、教会スラブ語の題名を直訳すれば、真に、トーレリとなるが、正教会には、語順が異なってもそれぞれの言語版での祈祷文の冒頭を、祈祷文の題名として用いる習慣があるため、 日本語の三子の題名は常に福にしてとなっている。常に福意にしての祈りに出てくるヘルビム、セラフィムとは何ですかまた彼らに並びなく栄えとはどういう意味なんでしょうか名古屋ハリストス聖教会の Q&A ページ。ありがとうございます。